楽しい仲間、そして生きがい、世代間交流などを通して地域に展開する生涯学習の自主グループ活動は近年新宿でも広がりを見せています。運動場で開かれたシニアサッカーの審判を務める金田義幸さんはサッカーと出会って15年、現役の審判として活躍しています。ゲーム開始のホイッスルを吹く金田さん、グラウンドを走り回る金田さんの姿はとても64歳とは思えない若々しさにあふれています。その審判ぶりはジェスチャーが大きく分かりやすいと選手たちにも好評です。そんな金田さんにも大病を患い人生の危機に立たされたこともありました。その手術した先生に言わせると、もう君の体は日常生活しかできないよということを言われてたのを、自分なりにこんなことしてて一生終わるんだったら運動しながらもう一生だし、寝ても一生だって言うんで、それだったら昔から運動が好きだから運動しながらできる限り健康でいようかなということで、それ以来ずっと現在まで続いてるということですよね。最初は少年だけしかやってなかったんですけどね、もうここ4、5年はもう社会人から少年から社会人までほとんど日曜祭日、それはまあほとんど審判に入ってますね。毎週グラウンドに立てることが嬉しいと語る金田さん、その生きがいをサッカーが支えています。この日のゲームには新宿のシニアチームのメンバーの顔も揃いました。川田栄一さん46歳、40歳以上で構成される新宿マエストロスの結成時からイレブンの一人としてプレーしてきました。中学、高校、そして社会人のクラブチームでサッカーに親しんできた川田さん、右のディフェンダーとしてライン際の攻防にも積極的なプレーが光ります。そうですね、別にこうシニアだから何っていうのは本当考えないでいいと思うんですよ。普段トレーニング、簡単なトレーニングでいいですから、続けてずっとやってるっていうのが大切だと思うんですよね。まあ、怪我しちゃうと、大怪我しちゃうともうそれで終わっちゃいますんで、大怪我だけしないように楽しく一生懸命やると続くんじゃないかと思いますけど、はい、シニアのゲームは25分ハーフで戦います。ゲームは新宿チームのゴールから試合が動きました。そしてオーバーラップして前線に上がってきた川田さんのミドルシュート、ゴールが決まって大喜びの川田さん、嬉しいです。もうディフェンスが長いもんですからね、こういうふうに上がってってシュート打つというのはめったにないんですよ。本当に入ってよかったですよね。今日はいい日になりました。本当に早稲田鶴巻町のこの町で生まれ育った川田さんは現在お米屋さんの2代目として家業に精を出しています。サッカー行くことによって異業種の方、普段会わない方とかなりお友達になりますので、そういった点では全然知らない世界のことも話できますので、ね、プラスになると思います。サッカーを通した仲間たち、そして無理をしないサッカーを続けてきたことが川田さんの生活にリズムと変化をつけています。高田の馬場三丁目の戸塚公園では落ち葉焼きがきっかけで始まった手作りの秋祭りが開かれました。会場ではコートダジュールの苗木配布も行われ、小さな緑のプレゼントに多くの人でにぎわいました。
区では月3回ほど区役所の1階ロビーで緑化相談を受け付けていますが、この日は青空の下で相談窓口が開かれました。担当は新宿区緑化相談員を務める田中隆二さんです。植え替えてください。これはもう難しいことじゃないんだからね。で、植え替えることによってね、この木がね、ゆったりしてくるわけ、伸び伸びしてくるわけ。そうするとこの花がね、また安心して咲いてくる。相談っていうのはもうほとんど、私なんかもそんなにこうオールマイティじゃないんですけども、ただお聞きして、それでまあなんかこう理解してもらえればいいかなと思ってるんですよね。よく説明していただいて、だからちゃんとよく行きそうですか。うち帰って早速手入れします。おっしゃったようにね。この日も多くの人々の相談に答えました。ゼラニウムみたいなね、ああいうものでこうプランターに入れるとかね、なんか分かりやすくてとても親切に教えていただいたんで、またなんか家で植物を栽培してみようかなっていう気が出ました。はい、赤城社会教育会館では陶芸を楽しみ学ぶ人たちの生涯学習の場が広がっています。講師の宮本幸男さんは基礎講座のほか、卒業生たちの自主グループの活動も指導してきました。素敵じゃない？素敵、素敵に変わります。これでここなくなる？なりますね。グループの中に田中さんの姿も見えます。町の緑化と取り組みながら陶芸を始めて4年目になります。私はもうこの前ですね、植物が好きなものですから、自分でこう作った鉢にこう植えたいっていうのが前からの願望だったものですから、ようやくこう、ただなかなかね、チャンスがなくってようやくね、ですから私もたまにはね、こういうね、抹茶ジャムを作るんですけども、主にこういう鉢を、これで大体大丈夫。障害学習としての陶芸について伺ってみました。とにかく今すごくもてはやされてますよね、障害教室っていうこと で陶芸っていうのは本当に手先を使うし、老若男女問わずにどなたでもできるのでとってもいいと思いますけど、やっぱりあれですよ、ボケないためにはね、やっぱり陶芸みたいな手を使うあれってのはいいことだと思うんですよね、失敗が多いですけどね、喜びは大きい。田中さんの作品が仕上がりました。自分の作った小鉢で好きな植物を育てたい、田中さんはそんな願いを込めていつも窯に入れます。毎年11月上旬、区民喫茶店でにぎわう新宿中央公園、手塩にかけて育てた出展作品が色鮮やかに会場を飾ります。こちらは高さと、そうです、区の園芸講座で商品盆栽を教える田中さんだけに楽しみな季節です。ご飯入れば、ぐっとこう足と引かせるんですよね。大体あれでしょ、これ聞くっていうのはこの天脈会とかなんとか言って、それまた田中さんはいつも花と緑のある町にしたいという夢を持って、日々の生活を心豊かに送っています。こちらは地域のコミュニティの中心となっている西富山女性会館。毎週日曜日の夜は新宿ハーモニカクラブの練習日で、この日を楽しみに集まってくる会員たちでにぎわっています。ハーモニカの指導を務めるのは諸星康夫さん。はい、よーい、
新宿ハーモニカクラブのサークル活動はようやく2年目の春を迎えたばかり。65歳から79歳までのおよそ40名のメンバーがハーモニカ演奏に取り組んでいます。腹式呼吸によるハーモニカの演奏は健康促進にも一役買っています。今までやったことのない方、全く音楽の世界に関係なかった方が、ステージ上がったり、みんなと一緒に歌を吹いたりすることでですね、もう無常の生きがいを感じているようなことで、なんか今までの人生がまるっきり変わっちゃったなんていう方も中にはいらっしゃいますね。普段の練習の成果は、地域での行事や区民文化祭など発表の機会も増えました。というのはね、やっぱり中高年にとっては、ね、非常にね、素晴らしい心を求める、ね、楽器だと思いまして、今回このサークルもこのようにも大正解で、皆さんはほとんどこの練習会に欠席したことはありません。まあ、やっぱり最高の生きがいじゃないですかね。普段こういう機会なかなかないでしょう。だからあともう 3,4 年で80だからね。今日とても楽しいです。まだ2回目ですけれども、皆さんの音がなんかいかにも自分が演奏しているような気分になって楽しいですけれども、多分若返るんじゃないでしょうか。最初数人のサークル活動としてスタートしたこの会も、演奏会を重ねるにつれメンバーも増え、趣味のハーモニカを通した仲間たちの交流を育んでいます。別室では新宿ダーツアミティのメンバーが集まってダーツを楽しんでいます。イギリス生まれのダーツは、ボードとダーツがあればいつでもどこでも誰にでも手軽にできるニュースポーツとして人気を集めています。だいたい20グラム前後のダーツを3本持って投げるわけです。その距離も3メーター23センチですかね。非常に短いし、それから肩もこう投げるんじゃなくて軽く投げるだけですから、肩にの負担も少ないですし、歩く距離もほどほど、意外と緊張感もあるしということで、その年老いてもずっとできるだろう、手軽にどこでもできる、どこでもっていうかお家でもできるというところがメリットというか、一番その障害教育にも持ってこいじゃないかなと思ってます。世界選手権が行われるなど世界的に楽しまれているダーツですが、公式戦のほかに手頃に楽しめるゲームがたくさんあります。ここでは比較的簡単なルールでゲームを楽しんでいます。ダーツアミティに若い仲間が加わりました。ベシャール・ステファン君はフランス人学校の中学2年生。ちょっと投げ方、毎週土曜日の夜、世代を超えた交流が広がります。新藤会長の手ほどきでステファン君の腕にますます磨きがかかっているようです。そうそう、そしてもうちょっと行くと60だろ、誰でもやれるところが、年は関係なく誰でもうまくできるところが気に入って。